完全無人駅でしょ。このまま乗れるじゃん。上り調子、本調子、京葉東和薬品元調子駅。本調子ではなかった、元調子でしたね。ああ、いや、すげえ。11時46分です、ね、11時46か。10時29分もありますけど。いや、10時29分も過ぎたよ。過ぎました。今11時10分、うん、30分ですね。そうですよ。ほんと、ステムグラスとかあって。あ、すげえすげえ。かわいいかわいい。調布市って感じだった。おしゃれですね。バラいいですね。おしゃれ。ここのタイルもかわいいです。あと、あそこがすごいレトロで。いいですよ、なんか。雰囲気ありますね。うわ、すごいね。いいですね。観音からの、そう。本調子。観音のミッションが本調子へ行けっていう感じだったんで。まあ、ちょっとここも。あ、バツになった。で、観音やりました。で、本調子も、ここで引くんで、はい、本調子も。いました。元調子ね。元調子。元調子。はい。で、次は、ここからこう来るんで、1、2、3。はい。あ、でも、また3が出れば。ここは、笠上黒羽引いてみたいですけどね。行ってみたいけど。行ってみたいは行ってみたいよね。うん。けど、どうなるのか。さあ、運命の。黄色玉を待ちてる。黄色玉を待ちてるのは、もう一回引くですね。はい。ああ、2、まあまあまあ、この、また読めない、なんだっけこれ。正解かしな、絶対違ったっす。なんか、正アカジマみたいな。そうそうそう、不思議な読み方をします。みんな、検索してみてね。読めるじゃあ、行きましょう。はい、まあ、僕らこれ、30分くらいここで待ってて、はい、46分とかだっけ。はい、46分のやつなんで、はい、ここで、じゃあ俺とマキナちゃんはイチャイチャしてます。嫌です。これでも、この間に、これ待ってる間にさっきのとこにお昼ご飯行きますか。30分、危ないよ。危ないか。危ない、だってじゃあ30分仮に逃したらさ、次何分だ、ここにあるよ。仮に逃したらね、13時じゃん。それは危ない。それは危ない。危ないですか。え、じゃあ車の分系で行ったら間に合っちゃうかな。いや、危ない。俺はちょっと、あんまり危険を取りたくない人なんで。取りたくないですか。だそうです。動画見てる人は分かると思うんですけど、結構安全牌で行くんで、あんまり冒険はしない。安牌を踏んでいきたい。待ちます。待ちます、そうです。じゃあ、これ逆っすね。単線なんで、これが行って戻ってきて、乗るっていう。感じかな。お、踏切が鳴ってるんで電車が、はい、やってくることでしょう。来ますね。お、音がする。お、木漏れ日の中をやってくる電車。雰囲気いい。あいー。ああ、来た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 。後ろ。あ、そうかそうかそうか、そうだよね、駅入ってすぐのとこだからね。あ、近くないとか。それ、え、マジで。そういうシステム、すいません。すいません、この時間だけちょっと頑張る。あー、すいません。なんだっけ、びっくりした。これがあげてる。卵は、卵は、え、
いや、そこがリアルでしょ。まだこうじゃない。この髪の毛黒を変える。西アシカ島。ああ、交代したんだ。西足利島に着いたんですけど、はい、なんかミッション西足利島ないんで、なんか見たらないっす。ないんで、ちょっと次の駅のどういうことなの？足利島に移動して足利島のミッションをやっていきましょう。はい。どういうことなの？もうここからだって電車はもう待ってらんないから、電車は待ってらんないんで、車で。次13時11分とかですね。そう。さすがにそれはちょっともうないんで、はい、車で移動してじゃあ足利島に。向かいます。はい。お願いします。お願いします。はい。どこですかこれ？あ、向かいだ向かいだ。なんかいい石ですね。俺のあれにぴったり、ぴったりだね。心情に。足利寿司の看板よく出てるけどさ、有名なのか。